はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。楽町というサイトですね。これは不動産投資家さん、個人の投資家さん向けのサイトでですね、かなりメジャーです。この他にですね、ケンビアというのがあるんですけど、まあこの2つですね、がですね、個人不動産投資家さんをに情報提供、物件情報を提供しているサイトですね。そこはですね、サイトの魅力を高めるためにいろんなですね、ニュース記事みたいなことを書いてるわけですね、出してるわけですね。その一つです。これは楽町ですね。14日に出た高橋和也さんという方の出している記事ですね。建て売り住宅の売れ行きに急ブレーキ、いつの間にか首都圏の戸建てが売れなくなったわけというですね。戸建て人気に終止符クエスチョン、価格も低下傾向ということです。ちょっと読んでいきましょう。首都圏の新築戸建ての売れ行きに急ブレーキがかかっている。コロナ禍における巣ごもり需要で人気が高まり、急激に値上がりした建て売り住宅だが、最近は価格も低下傾向で在庫が積み上がっている状況だ。急激に値上がりと、まあ一部ではね、おおむね変わってませんよ、そんなに。全国で建てる住宅事業を手掛ける A 社の担当者からは、昨年の11月末頃から急に問い合わせ件数が減り、販売スピードが一気に鈍化したとの声も。ただし、こうした現象は戸建て住宅だけのようだ。首都圏、特に東京区部では新築中古を問わず区分マンション価格は現在も上昇の一途をたどっている。新築建て売り市場で今何が起きているのか、現場の声やレインズなどのデータを用いて分析していく。建て売り住宅の現在の市場状況について、建て売り住宅事業を全国で行っている A 社、飯田産業でしょうかねの担当者に話を聞いた。現在販売状況はかなり良くない。コロナ禍の影響による不動産価格の値上がりによって、建て売り用地を高値で仕入れる状況が続いた。結果的に土地の値上がり分は販売価格に転嫁することになったが、昨年までは順調に販売することができていた。雰囲気が変わったのは昨年11月末頃、急に問い合わせ件数が減り、販売スピードが一気に鈍化したという。東京とか神奈川県全域で販売事業、建て売り事業を行う B 社の担当者も、昨年仕入れた物件が未だに売れていないものもある。値引きを行って何とか制約につなげているが、用地を高値で仕入れている関係上、値引きできる範囲に限界がある。中には販売当初から1000万円値引きしてようやく制約できた物件もある。1000万円引いてしまうとね、ほぼ利益飛ぶんちゃうんかなと思いますけどね。このような現場の声は制約価格、制約件数や価格にどう表れているのか。実際にレインズに登録された数字を見てみよう。昨年9月から今年9月までの動向は以下の通り。本当はね、レインズのこういうデータを出すのはいかんのですけどね。東京都では昨年11月の制約件数は前年同月比マイナス 25.5% と大幅に減少している。マイナス幅に変動あるものの、東京都では昨年10月から今年5月まで8ヶ月連続で制約件数が前年同月比を下回った。まあ以下飛ばしますね。で、B 社の担当者はこれまで郊外の定額物件を購入していた層は所得がそれほど高くない層のため、物価高や金利高に大きな影響を受けているのではないか。逆に高額帯の物件を検討する層は、物価高や金利高双方の影響は小さいのではと分析した。まあね。所得がさらほどでもない人ってね、変動金利使えなかったりするんですよ。まあギリギリで買うような人ね。まあ、変動金利使えずにですね、フラット35に行ってくださいって言われるんですね。で、フラット35って今ですね、2% 手前まで来てるんですよ。結構高いでしょ。なんで、それだと毎月がきついみたいになったりするわけですね。そういう話が書いてあります。で、マンションの方はね、そうでもないんですよ。
都心を中心にですね、高くても売れますし、高いもんから売れてるみたいな、そんなイメージがあったりします。富裕層に加えて今だいぶ中国人のあれが多くな、プレゼンスが大きくなってますね。中国人がですね、実需買いです。自分が住むために買うという買い方はですね、2億3億ポンポン買ってるというのが現状だったりします。まあですね、いつまで続くかという問題ありますね。もう一過性で終わってしまうのか、それともこれからですね、継続的に何年もそういう買いが続くのかってよう分かりません。中国の動きももう関係あると思いますね。という話がこう書いてございます。物価高と金利高は世界的な潮流なので、それを今すぐ止めることは不可能だ。しかし建て売り住宅販売促進のためで物件価格を引き下げることは可能だと。ただね、土地が下がっていれば可能なんですけど、今そのなんて言いますかね、家建てるのもね、やっぱり大工さんに頼むわけですよ。で、まあ、もう今組み立てみたいなもんですけど、プレハブのね、組み立てですけども、それもやっぱり一応大工さんがに頼むんですけど、大工さんみたいな人がですね、今すごいものすごい少ないんですよ。ものすごい少ないから、工賃っていうか建築コストはですね、もう上がり気味というか上がってるんですね。だからですね、土地が少々安くなってもですね、販売価格をね、今までじゃあ4900万で売ったところですね、販売価格じゃあ4490にしようかっていうのなかなかできないんですよね。まあですね、著者がこれまで経験した景気ショック、平成バブル崩壊、リーマンショックでは、まず利便性の良くない郊外の不動産価格が下落していき、その流れが伝播し、都心の不動産市場にも影響を与えたと。まあそうなんですよね。まあ郊外から下がっていくんですよ。まあその動きがですね、これから起きようとしているのかもしれないねという感じです。一部ですね、変化が見られないことはないんですよ、実のところ。なんでですね、もしかしてもう来年あたり、来年の今頃はここでですね、下がってんで、とかって言ってる可能性はありますね。で、戸建てというのはね、一番この実需を反映しやすいもんですね。なぜかというとですね、相続税対策とかですね、資産運用で戸建てを買う人は言いません。戸建てを買う人はほぼ 100% 自分が住むためです。その実需が今鈍っているということなんです。これは当たり前ですけども、その一般サラリーマンの所得は上がっていないわけですね。なのに消費税は上がるわですね、光熱費は上がるわですね、年金や社会保障は上がるわでですね、あるいはインフレでですね、物価上がるわでですね、可処分所得でどん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 減ってるんですね。そんな中でですね、値上がりしたからお前これ買えって言うてもなかなか買えないでしょう。だから今戸建てが下がり始めました。その次に下がるのは郊外のマンションでしょうね。中古から行かれるんちゃいますかね。中古から下がり始めてですね、新築もですね、値下げというか値引きをしながら売るでしょうから、実質的に下がるでしょうね。今ね、戸建てというか、もう郊外のね、ハセコが作るようなですね、一般大衆向けのマンションあるでしょう。あれはもうこの、もうどうでしょう、5、6年ぐらい前からあんまり売れてないんですよ、実は。高くなってるんですよ、実は 1.2 倍ぐらいになってるんですけども、その 1.2 倍で出しても売れないからですね、1割2割引いて売ってるというね、おいしいやんっていう世界でしょ。もうそういう状態でですね、事業自体もですね、こうもう激減しています。まあだからもうそういうね、実需向けの新築マンションの時代は終わってるんちゃうかなという気がしますね。ところが都心ではですね、2億3億はバンバン売れるんで、マンションデベロッパーはですね、都心でなるべく勝負したいと。こんな一生懸命ね、3900万ぐらいのマンションね、一生懸命ね、売ったって、都心でね、2億のね、の2個売ったらですね、それが20個分ですからね、3900万のマンションの。だったらその苦労を考えるとですね、都心でやるやん、都心でと。なって、都心にどん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 こう寄ってきているという感じですね。
まあ、これがですね、この戸建てが売れない、値段が下がっているというのがですね、こうマンション市場というか不動産市場全般のですね、ピークアウトを表している可能性は十分にあると思います。一応この楽町のですね、アドレスを貼っておきますね。はい、皆さんどうもありがとうございました。